皆さん、こんにちは、イコです。今回は私の一番誇らしいことを紹介します。イコの一番誇らしいことは何ですか？どんなに悪口言われても、自分の判断を信じて、自分の力で自分の道を歩むことです。つまり、自分らしさです。もちろん、イコの判断は必ず正しいわけではありません。イコの力は必ず足りているわけではありません。イコの道は必ず成功に導くわけではありません。しかし、イコはすべてのリスクを自分自身で負います。たとえイコは失敗しても、他の人に迷惑をかけません。この世界にはいろいろな人がいます。イコのような人は、皆さんのために新しい可能性を試みる人です。このような人は、もちろん完璧な人ではありません。わがままで自分勝手で自意識過剰です。しかし、この世界にはそもそも完璧な人が存在しません。自分の性格にふさわしい道を選ぶのは一番重要なところです。イコはとても有名なので、特別なところがいっぱいあります。このような人には大きな影響力が潜んでいます。そしてイコは日本人ではないので、日本人と違う視点を持っています。普通の日本人が思いつかない選択肢を見つけることができるかもしれません。そして、その選択肢が困っている人を助ければ幸いです。はい、今回の内容は以上です。ご視聴ありがとうございました。